はい、前回ワールドカップの曲を加工して1曲作りましたが、時間が経ちすぎたので少しコンセプトを変えてお届けいたします。1回出来上がった桶をまたぶっ壊して組み立て直そうというのは変わりませんが、ワールドカップ自体はもう、重要ではなく、今回は同じ音源でいろいろ作れますってことを、伝える動画にしたいと思います。音楽の編集ソフトがあれば、楽器はなくて大丈夫。僕はロジックを使っていますが、Apple Store で、2万円くらいなのでやったことがない人も、始めるには比較的ハードルは低いと思います。サンプリングの音源は、曲じゃなくてもドアの閉まる音や、車のエンジン音、グラスの音、自分の声、何でも OK。クラシックからロックからファンクからサンプリングは何でもあり、合わない音を合うように時間かけて調理するっていうのが、面白かったり面白くなかったり、今はかなりすごいプラグインがあるんで、自由自在に音を変化させることができます。なので、音源一つで無限の作り方があると言えます。コツをつかめば、何曲でも作れると思いますし、何より楽しいので興味のある方はぜひやってみてください。それじゃあ、ワールドカップのあのメロディーで作ったオケでまた違うオケを作ってみた。行ってみましょう。まずは前回作ったオケの上音をサンプリングして打ち込みしました。そしてこれはワールドカップのあのメロディー、これです。次はキック。次はハイハット。上音を足していきます。次はスネアとクラップ。ベースライン。ハイハットもう一度。長めのシンバル入れます。じゃあ、少しだけ頭から聞いてみましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。なるべく短いスパンで動画を配信していきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。はい、あと長く続けていくつもりなので、ぜひですねチャンネル登録と、グッドボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。それじゃまた。